AVN キャッシャーサブクラリティーだよ。あ、聞いたことある。ねえ、なんか太鼓立ちとかで選曲にあったのかな。だあ、かっこいい。ここのベースなんかあれだよね、あのバットアップルみたいな。かっこいい。この歌詞は どういう意味なの、それ。そういうこの人たちの言語なの、これは。このイカの方々の 言語でアルベドコみたいに、実はなんか違う読み方すれば分かるみたいな、アルベドコみたいな感じなのかな。あ、イカゴなんだこれ。確かにちょっとボカロっぽいよね、これ。これの3のリミックス、まあ、まずはこれが原曲ってことでいいんだよね。なんだここのコードクソかっこよくない。え、ここめっちゃかっこいい。え、ここだよ、ここ。やっぱみんなどうせ塩辛飯好きなやつここが好きなんだろう。今までって基本的なあのコードはこれなんだね。いやでもかっ、白金ディスコ感もあるね、確かに。ここ好きだわ。ここ好き。あ、ここのコード進行。あ、好き。あれ、白金ディスコっていうの知らないわ。曲は知ってるけど。白金、あれ、白金って読むんだ、あれ。あ、プラチナ、あ、プラチナか。もう二重で騙された。ダブル驚きですよね、もう。ハックってもういいぞ。ハックって聞いたよ、さっき。ドン、チャン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 。うん。はい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 。プラチナディスコね。あれ、物語シリーズのやつでしょ。うん。いやでも物語シリーズ見たことあるよ俺。うん、あのなんか主人公が体重を奪われたとこら辺まで見た。でもそれってあれだよね、なんだ、俺物語は違うわ。あのゴーダゴーのやつだわ。もうなんかごっちゃになってるわ。うん、なんかあの、うん、重さが奪われた。俺物語はまた違うわ。うん、俺物語めっちゃ好きだったな。俺が本当にほぼ初めて読んだ少女漫画ぐらいのレベルだったんだけど、クソキュンキュンするよ。めちゃめちゃパワー系の主人公がめちゃめちゃ可愛い女の子にと、まあ、両思いになるんだけど、うん、マジであれは正直買いです。うん、左上の見ろ。テンタライブフライオクトフライフライアウェイ。 Thank you。 何これ、初音ミクみてえだ。初音ミクのライブみたいじゃん。これであれでしょ、バンプオブチキンのレイが始まるんでしょ。
どういう技術これ。このイカエロくね。この黒い方のイカ、俺のちょっと性域にちょっと刺さるんだけど。やばいやばい、ちょっとこの黒い方のイカ、いやマジでちょっとこういう黒ギャルみたいなのに俺ちょっと性域に刺さるんだよな。いや俺黒派だなこれ。中の人 YouTube やって、中の人とか言うなよお前。今この子たちがねパフォーマンスしてんのに夢壊すんじゃねえと思って。なんだよ中の人って、やめてもらっていいですか。中の人男だよ。そんな東京ディズニーリゾートのマスコットの中身みたいなことになってるってこと。あ、モーションキャプチャー的なってこと。中の人もギャルなの。いやそれ聞いた瞬間中の人がいいと思えてしまった自分が弱いですねこれ。かっけえこの曲も。確かに仮面武道館あるな。わあ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 、ダチャラダラ。あ、しかもここのライトもちょっと仮面武道館にあるな。わあ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 、ララ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 ラ。ありがちなコードです。すいませんでした。反省するわ後で。何このジャムプロジェクトみたいなイントロ、かっこいい。影山博信が歌いだすと、なんだこれ。これ現場めっちゃ盛り上がるでしょこんな。やべえ、スプラトゥーン全然わかんないけどここ行きたいわ。これ現場めっちゃ盛り上がるってこんな。演出もすげえわこれ、普通にライブとしてすごい。イカは全然知らんが、すごいね。これどういう技術なの。だってどっから後ろから見てもちゃんと全部360度見えてるわけでしょこのイカたちが。すげえな、人盛り上がってる。これどこ、スーパーアリーナこれ。これ場所どこだこれ。めっちゃ見て、幕張メッセかこれ。あ、幕張なんだこれ、すげえ。幕張が満席です。紹介日ではなくない、紹介日の規模ではなくないこれ。歌ってみた好きですかのやつでしょ。紹介日ではないです絶対。あ、紹介日でもやってるんだこういうの。いやすごいね、なんかがぜんちょっとあれだな、こういうスプラトゥーンってすごいんですね。やっぱり一つのもう一大文化みたいになってんだな。あ、これ超会議なの？これ超会議なんだ。へー。